それでは常滑市長杯男女ダブル優勝シリーズ男子優勝戦に駒を進めました川井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初日に転覆した時には思わず見ておい川井って言ってしまいました。そうですね、ちょっといやこんなまさか、はい、初日にそんなことが起きるとは思わなかったですけど、しかしそこからさすがのオール連帯ということで、準優も1着で締めましたね、はい、まずはそうですね、転覆してからすごく船足が良くなったので、うん、まあ良かったなと思います。どういうことですか、不幸中の幸いみたいなことそんな感じですかね。なんかまあ部品交換とボートも交換したので、はい、まあ、何が当たったのかは分からないですけど、うん、まあ、とにかくまあ船足は伸び中心に良くなって、あの準優勝戦も良かったですね。前傾の時はもうエンジンなりモーターなりみたいな感じだったけど、まあ、そうですね、はい、そのエンジンなりモーターなりがぐっとじゃあレベルアップしたということですか。そうですね、あの伸びはすごく良くなりましたね。まあ、ターン周りはあんまり納得はいってないですけど、十分優勝は狙える足には仕上がってきたということですかね。そうですね、あの伸びはいいので、まあ、しっかりそれを生かしたレースができれば、はい、いいと思います。自身のレースの見え方とか自身の具合体調なんかどうですか。レースの見え方、はい、まあ、ハンドルワークのキレのこうなんですか、自分のタイミングが合ってるとか、まあ、ちょっとまあプロペラちょっと日ごとに変えてるので、はい、まあ、その時その時によって違いますけど、まあ、もうちょっとしっかりプロペラを決めてから、まあ、微調整行きたいなと思ってるんですけどね、あの今のところはしっかり決まってないので、まあ、そこをしっかり決めてから明日時間あるのでしっかり調整していきたいなと思います。もう川井勇気にとって、まあ、一般戦の優勝というのがどういう位置づけにあるかは分かりませんが、やはり優勝というのは回数は重ねた方がいいに決まってるわけですもんね。そうですね、やはり、うん、あのまあ、来年のクラシックに向けて、はい、まあ、しっかりあの、まあ、最初のうちから、はい、まあ、優勝重ねて余裕を持ってあの年末の方に行きたいので、はい、勝てるところ勝てそうなところはしっかりと勝っていってね。そうですね、チャンスあると思ってます。ちなみになんか勝負飯とか勝負服とか勝負下着とかなんかこうなんかあります。いや僕はそういうの全くこだわらないので、あ、そうなん、まあ、あのそういうところは自在に、はい、もう日によってもう全然普通にという、はいはい、ルーティンみたいなのも全然ないんですか。もう特にないですね。あ、まあ、意識しているところもないですね。お、はい、そうなんだ。あのお顔通り涼やかですね。あ、そうですか、ありがとうございます。それではファンの皆さんに、抱負をお聞かせください。はい、明日優勝目指して頑張ります。応援お願いします。